昔から絵描きというのは、まあ理由もなく直感に導かれていろんなものを感じながらものを作ってきました。現代の作家である私たちも直感的にいろんなものを感じ取って絵を描いています。でその何かというのが光のようなものであったり、人によってはそれを愛と呼んだりしますけれども、皆さんもそういう何かを感じて見える形に表せるんですよというのを体験してもらうプログラムを用意しました。ありがとうございます。実際にやってみると、確かに、ああなるほど、色が広がっていくとき、響き合うとき、確かに私たちの中の何かが反応しているんだなというのを体験できると。で、そのような体験を通して、ああそうか、頭で考えるのではなく、ただ何が書いてあるかわからないけど、色の響き合いが美しいなとか、なんかと自分が溶け込まれていくようだなとか、そのような感覚を楽しんでいいんだというのを、こういう展覧会やワークショップを通じて感じていただけたらなと思います。Thank you.